おら。進めそうか。死骸どもがうようよしてやがる。突破は現実的じゃねえな。ノクトだけ先に行かせられない。待ってくれ。何か策。いや、頑張ってるね。何しに出てきやがった。少しも気を許してくれないな。これは。あれ、もう少しありがたみを感じてほしいんだけど。ふざけんな。もうお前の手には乗らねえ。今回は大丈夫。俺を信じて。それじゃあ失礼。罠だとしか思えない。ああ、だがこれでノクトを終える。ノクトは先に行ったか。まさかこんなことになるとは。しっかりしろよ、軍師殿。今悩むならこの先をどう切り抜けるかだろう。ああ、そうだな。人に王家の力が戻ったのか。いや、おそらく最小の仕業だ。なんでやつが。わからない。とにかく今は用心して進もう。Yeah!
静かだな。ああ、死骸ばかりで誰もいねえ。だよ。素直でいいじゃない。待て。なんだ。扉だ。奥に続いてる。案内のつもりか。尺だが、行くしかねえな。部屋に出たか。いろいろ落ちてる。足元気付けろよ。要塞内の状況がわかるかもしれない。調べられるか。やってはみるが。なんだこれ。こりゃ多分データみんな消されてんぞ。消されてる。ああ。いや待て、一つ記録が残ってる。いかにも見てくれって感じだが。確認しよう。ノクトたちを探すためにも得られる情報は得ておきたい。水神の力が王に我が指輪を。王はカンナギに支えられ、力と、そして指輪を得ました。いずれ真の王として、必ずや世の闇を晴らしましょう。成績は我が手に。真なる王は。ノクティスを置いて、他におりません。ましてそれは、闇に操られた人形ではない。ならば死だ。
レギス。な、選ばれしようよ。世界に光る。つまんないな。途中までそれなりに面白かったけどさ、不甲斐ないように変わり、自ら闇を打とうと考えた哀れなカンナギ。まったく、選ばれなかったものはつらいね。今の声は？ああ、今度はノクトに化けてやがった。レイブスはノクトに陛下の剣を託そうと。そう見えた。王として認めたってことなのか。行こうぜ、アーデンの野郎。何企んでるかわからねえ。時間稼がれちまったか。かもしれない。ノクトと早く合流しよう。格納庫って感じだな。どこかにクリスタルの大きな証拠を。クリスタルを探すかもしれない。この辺にはなさそうだ。奥行ってみる。
こっちだぜ。了解だ。これだけ進めば中枢に近いはずだ。少なくともどうする。近いな。ああ、ノクトムスを目指しているに違いない。どうした？クリスタルだ。画面越しだかな。グラディオ、近くに操作できる端末はないか？ここで道を開かないとクリスタルの元へはいけない。わかった。画面読むから指示頼む。
先に力尽きちゃったかな。ノクトは確かにノクトの声が。グラディオ、こっちだ。おい、イグニス、